駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、こういうものを書いてます。日本懐かし中ゲーム体験でーす。でね、今回は毎度恒例の、9月と10月の、売上ランキングトップ5の紹介ですね。まあ、今回のランキング発表の前に、前回の、ね、ランキング発表をおさらいしておきましょうかね。前回が、8月と7月分でしたね。で、前回の1位がホップステップジャンプ、そして2位が、ダブルアタック、そして3位が、国取り合戦回、そして4位が、コインキャッチャー、そして、5位がヒルクライマーですね。今回はランキングの入れ替えあるのか。ではね、早速5位のゲームから紹介スタートしましょう。チャンネル登録でござる。それではランキング5位はこちらのコナミの機動戦士ガンダムでした。いや、この機械はね、県外からのランクインということで初ランクインじゃないかな。どうしたんだろうね。まあでも結構ね、このゲームね、最大、10円玉18枚で9倍掛けできるんでね、結構レンコインやってた人が多かったからかな。ということでね、このゲームをね3回遊んでみましょう。このゲーム基本はねすごろくなんでね、まあ国取り合戦にちょっと似てるんだけど、まあ、ガンダムで2は6までは国取り合戦に行った。ただこれね、あっさりとこの宇宙キラーに、お、なんだ、でドムが先にホワイトベースを攻撃しちゃうとゲームオーバー。わっ、いきなり、まあでもガンダムあるあるですけどね。じゃあ2回目。まあこのゲーム運ゲーですからね、あっさりいっちゃうけど、さあこれドムが1で、ここでここに来ると攻撃できる。わあ、次ガンダムが1だとこれ攻撃、逆に攻撃されちゃう。あ、よし攻撃、いい感じで攻撃するとドムが戻るってことね。あれ、あ、でも2までワープ。これで1か2か3だと打ち切れ突っ込んじゃうからね。よし、お、これリーチ3でゴール。3、ガンダム3。よし、おお、いつも2が出て宇宙キレイ突っ込むかと思ったら今日はゴールできた。でこれ抽選ね、2倍3倍6倍、あ、2倍か、まあまあちょっといいか。よーし。ってことで、20点券と、10点券で30点ゲットです。やりました。そしてね、まだもう1回ありますからね。まあでもなんかね、1回当たっちゃうとこのゲーム当たる気がしないんだけど、こんなこと言ったら身も蓋もないから。お、また6までワープ。もしかして2連続ゴールするのかな。まあさすがね、こういう時はね、あのゲームが上手いと駄菓子屋ゲーム博物館館長ね、ラストはゴールできるかなんていうことを言うんだけど、わっ、あっさりドムに。まあでもね、3回やって1回ゴールしてね、まあ30点ゲットしたんでね、まあよしとしましょうか。ということでね、今回こちらのガンダムはね第5位でした。ではね、次の第4位のゲーム紹介いきましょう。それでは第4位の機械はこちらのホップステップジャンプでした。いや、この機械ね、前回は1位だったんで3ランクダウンですね。いや、どうしちゃったんだろう。やっぱりあれかな、あの橋本環奈ちゃんの王様に捧げる薬指効果が薄れてきたのかな。さすがにね、もう放送から結構あれ半年までいかないか、もう4、5ヶ月ぐらい経ったんで、まあさすがにね、やっぱその辺の、パワー、橋本環奈パワーが落ちてきてね、ランキングもね、ダウンしてるのかなっていう感じですかね。ということでね、このゲームもね、3回踏んでみましょう。
まあ中身的にはね、ゲームという的には新幹線ゲームと同じなんでね、途中のアウターナに落ちないようにまあうまく弾いてね。でここはね、いつもの裏技いきましょうか。裏技4段目起こし、まあそう感じてもいいから。いやーさすがにやっぱりね、1位を続けるのは難しいのかな。でも3ランクダウンは結構落ちたな。さあ裏技、いやラストね、これねラストを決めてね、優秀の美を飾れるか。ああラストが決まるとかっこいいんだけどね、まあなかなかそう身を起こさないんだけど。裏技ちゃんと目落とし、ああダメちゅうことでね、ゴールできなかったですけどね。まあこちらね、ウステップチャンピオンが第4位ということでした。ということでね、次は第3位のゲームいってみましょう。それでは第3位はこちらのダブルアタックでした。いやこのゲームね、前回は2位だったんでワンランクダウンですね。やっぱね、理由としては、さっきのねホップステップチャンプと同様ね、このゲームも王様に捧げる薬で、まあね橋本環奈さんが遊んでたんで、まあそのね放送から、4、5ヶ月経ってね、まあその効果が薄いやったって感じですかね。うん、ということでね、このゲームね3回遊んでみましょう。地面とね、球が落ちるなんて打ち上げて、ね、一本橋を通過してこっから出てきて風車に乗っかると当たりっていう感じですね。おっよし、あーダメだ、ペロンってなっちゃったな。まあ一発だ、あーダメ、あっ通った、おーラスト、あっけな。さすが、ラストに決めて20点券ゲット。やっぱりね、最後に決めてね、見せ場を作る、それがね駄菓子屋ゲーム博物館館長、ゲームがあまりを通ってる。いやー今回さすがにね、やっぱ久々にねラストに決めてね見せ場を作っちゃいましたね、うん、いやこれはね気持ちいいですね。ということでね、今回このねダブルアタック3位でした。じゃあ次のね2位のゲームに行きましょう。それでは第2位のゲームはこちらのコインキャッチャーでしたね。いやこのコインキャッチャーね、前回は4位だったんで2ランクアップですね。2ランクアップ、うん、やっぱその理由としてはね、さっきのダブルアタックとホップステップジャンプがまあね、橋本環奈ちゃんの、王様に捧げる薬指効果が落ちたんで、その効果が落ちたんで、で浮上したって感じなんですかね。もともとねこのコインキャッチャー人気でしたからね、うん、ってことでね、このゲームもね3回遊んでみましょう。ね、10円入れるとこれカラカラって落ちるんで、これね、ハンドセブンでキャッチをする。動体視力が試されるゲームです。さあ、いきますよ。このゲーム負けないんでね。さあ、いきます。あっ、ええ、カッていったぞ。おいった。あラスト、ね、ラストを決めて、終始のビューを飾れるか、さっきのね、ダブルアタックはね、ラストを決められたんでね。まあでもね、あんま得意じゃないんでね、このゲーム。ああ、ダメ！ちゅうことでね、じゃあのコインキャッチャー第2位ということでね、じゃあ残り第1位のゲームのとこ行ってみましょう。それでは今回第1位のゲームはこちらの国取り合戦会でした。いや、やっぱね、国取り人気ですね。前回このゲーム3位だったんですよね。なので、2ランクアップって感じですね。まあでもね、前回はお盆休み期間中にこのゲームね、レンタルしてたんですよね。まあその分、駄菓子屋ゲーム博物館での売り上げはへこんで、まあ3位になっちゃったのかな。うん、なのでね、2ヶ月間フルで稼働すれば、やっぱね、国取り合戦って感じなんですかね。うん、やっぱ人気ですね。ということでね、この国取り合戦もね、3回遊んでみましょう。いやー、国取り合戦やっぱね、面白いですからね。やっぱ国取りはね、安泰の。人気が10、よしで、特殊のもいいのか、まあでも17がいいな、17、
し。香川か。あ、10がいいな、10。20。あー、最悪。うわー。あー、20せっかくいかないな。17。わー、せっかく17なのに。いや、これラストね、このラストを決めて夕日の美を語れるか。よしよし、やっぱ17決まると嬉しいね。で、次は5がいい。5で京都大原3000円でプラス12。5いいか、17で。よし、え、これ、いったか。あれ、いったか、どうだ。あ、いった17からプラス。やりました。いや、また国取りでもね、ラストに決めるというね。やっぱね、最後にね、見せ場を作る、さすがゲームがうまいで取って、駄菓子屋ゲーム博物館館長ということでね、国取りね、3回目で50点ゲットしました。いや、結構今回ね、成績良かったんじゃないかな。国取りで50点ゲットでしょ。そして、あ、ダブルアタックだ。ダブルアタックもラストで、20点決めて、ガンダムは2回目だったかな。ということで、トータル、あ、100点か。50、20、30ってことね。ということでね、今回ね、第1位が国取り合戦でした。ということでね、今回ね、まあ、ラストまで、動画をね、見てくれた視聴者のね、おまけ情報というかお得情報です。ね、まあ、ランキングいつもね、まあ、5位から発表してますけど、今回ね、6位がね、ヒルクライマーだったんですよ。そして7位がね、なんとこの前導入した、サーブアタックだったんですよね。いや、サーブアタック惜しかったな。まあ、私としてはね、まあ、新規導入したサーブアタックをね、なんとしてもね、ちょっとランキングに入れてほしいということでね、ここで皆さんにお願いです。駄菓子屋ゲーム博物館来たらね、サーブアタックぜひぜひじゃんじゃんね、遊んで、サーブアタックをね、ランキングしてね、ランキング5位以上に入れて、まあ、サーブアタックをね、もう男にしてあげてほしい。私としてはね、多分ね、このサーブアタックもう一歩なんですよ。もう一歩、もう選挙みたいになってますけどね、もう一票、皆様のね、一票があれば、このね、サーブアタック、ね、私も何回か言ってますけど、ね、ゲームのインカムっていうのはね、まあ、ゲームの人気投票でもあるんですよ。まあ、人気があるゲームが、まあ、売り上げに入る、インカムが入るってことなんで、まあ、皆様がね、まあ、駄菓子屋ゲーマー博物館来たらね、サーブアタックを、まあ、いつもね、まあ、100円遊んでたら200円遊ぶみたいな感じで、多めにやってもらえると、次、11月、12月期、これね、ランクインしたら、これまあね、盛大な、まあ、社会実験みたいな感じで、この動画のね、影響がどれだけあるかっていうね、まあ、社会実験のね、結果が2ヶ月後に分かるって感じだね。結構そうすると皆さんもね、この動画作りに参加してる、だから皆さんが駄菓子屋ゲーム博物館来てサーブアタック行った、これがね、結果がね、ランキングに影響するっていうね、まあ、実験でもあるんで、ぜひぜひね、サーブアタック、このままなかなかね、やっぱね、普通に多分遊んでったら、多分やっぱね、5位には入れないんじゃないかな。やっぱね、今までずっとそのランキング5位ってそんなに大きくメンバーが変わらないんで、そこでちょっとね、特許入れね、してもらえればと思います。ということでね、ぜひぜひ、サーバータック遊んでみてください。ということでね、今回の動画ね、面白くてね、高評価お願いします。それでは、バイナラランナーイバー、じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブン、じゃんけんポン。バーイ。